締め切り時間前に申し訳ありません。久々にキャスに来れたので相談させていただきたいのですが、お時間は難しいな。明日でも結構です。大丈夫ですよ。私は母子家庭で3人の子供がいまして、2人は成人しておりますと。1人まだ高1ですと。実は生活が厳しく、高校生の入学の際に資金がなく、その時お友達が返さなくていいと18万円貸してくれました。返さなくていいとは言いながら、やはり返さなくてはと副業でバイトも始めましたが、やはり日々の生活でなかなか返済が難しいのですと。これ、今打ってくださってるってことは、これ、後の方がいいっすか？はい、もしもし。あ、こんばんは。あ、こんばんは。どうもよろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。はい、ちなみになんですけど、はい。まず、おいくつですか？44です。クソババアじゃないか。すいません。すいません。これが言いたかっただけなんです。すいません。お久しぶりなんですけど、はい。で、ババア、今日はどうしましたか？いや、実は、先ほどもつラインで言ったんですけども、はいはい。まあ、ちょっと生活が厳しくて、はいはいはい。で、ちょっと、公立高校に、ごめんなさい、隣に子供がおるけど、公立高校に落ちて、はいはい。で、私立に。子供大丈夫か？メンタルは。はい。ババア、トイレに行け、トイレに、じゃあ一回。いや、隣でゲームしてます。大丈夫です。隣の部屋で。ああ、はいはい。じゃあ、ちっちゃい声で、ちっちゃい声で。ちっちゃい声で。はい、すいません。クソババ。で、何ですか、ほんで。ごめん、相談だ。それで、はいはいはい。ちょっと、ま、私立に行くことになって、うんうん。で、ちょっと、案外なことだったので、ちょっと恥ずかしながら、その入学金とかも、用意ができてなくてですね。うん、はい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 。はい。で、まあ、まあ、それでもなんとかちょっと生活費を先にあれして払ったんですけども、はい、実際は。で、そうするとちょっとやはり生活が厳しくて、うん、で、その話をたまたまその友達というのがですね、うん、もう元彼なんです。今お友達ですけれども。はい。で、ちょっと別れて、多分1ヶ月後ぐらいにたまたまお話をしてたら、うん、はい、まあそういう話を誰かから、その、私もちょっと軽々しくみんなに人に言うもんですから、うん、はいはいはい。聞きつけてっていうか、うんうん、聞いてその18万円を、返さなくていいからと、うん、貸していただいてくれたんです。はいはいはい。で、まあ、もちろん、もう断りますし、うん。うん、で、返せるその目処も、月々、うん、っていうわけにもちょっと難しくて、うんうん、それでとりあえずや断るんですけど、返さなくてもいいっておっしゃって、はいはいはい、で、まあ返せるときに返せばいいけど、あげるようなもんだからということで、ちょっと18万ちょっと受け取ってしまったんです、はいはいはい、だけどやっぱりちょっとその関もそのまあ元彼っていう関係もあるので、はい、ちょっとまあ返してしまいたいっていう思いもあるんですけど、うん、実際は厳しいと、うん、で返さなくてもやっぱり厳しいって毎月言ってるんですけど、返さなくていいって言うんですけど、うん、実際のところは本当は返さない、返したくないっていうか、うん、返せない、うん、でもやっぱり返さなきゃいけないってとこで、うん、どうですかね、返さなくてもいいと思います、どうでしょうか。そこは甘えさせてもらっていいんじゃないですか。それだ、例えばあなた一人の生活費っつんだったら別っすけど、それを返すことによって息子さんにも影響出ると思うんですよ。要は生活費をさらに今多分おそらく切り詰めてるところからさらに切り詰めないと、うん、その返済の金額って捻出できないわけじゃないですか。まあそうなんで、実際、まあ、はい、私も好きなことさせてもらっとるし、うん、やっぱ、まあ、バイトもちょっと始めたんで、はい、うん、だけ、まあ、返せないことも、月々5万5千円ぐらいとかだったら返せないことも、実際はないんですよ。月々に5万5千円？ああ、月々に5千円ぐらいは返せないことはないんです。ああ、5千円ね。はいはい。うん、5千円とか、うんうん、それこそ数千円じゃもう。うん、だけど、うん、
だけどそこまで私も切り詰めた生活をしてないのに、うん、その甘えさせてもらうっていうか、うん、やっぱり返さないっていうのはどうかなって思うところがどっかにあって、いやそこは俺は甘えた方がいいと思うんですけどね。それか今ご子息には聞こえてないですよね。大丈夫ですか？多分楽しそうにゲームしておられます。あ、本当ですか。あ、じゃあ変な、バレそうなリアクションしないでくださいね。ご子息がそれこそね、自立してから、じゃあ返しますっていう約束にしちゃってもいいし、っていうのは、今ここで返済すると、今現状を返済したい気持ちはすげえあるんだと。でも、今こう、ここで今、そこの、まあ、そもそも切り詰めた状態で、カツカツの状態だったところから、さらに今の現状で、毎月返すってなると、息子に、の生活に影響が出てしまう可能性があると。だから絶対に私は、本当この恩があるから返したい。でも、もうちょっと待っていただいても大丈夫ですかっていう。その、息子が、独り立ちするところから返済を開始っていう形でもいいですかっていう。俺は多分甘えちゃった方がいいと思うっす、それは。でもなんか変な恩を裏、うん、なんかちょっと相手の性格からして別にいいよって言いながら、ちょっと今までちょっと長く付き合ってきたところでわかるのが、ちょっとまあ、ねちっこいっていうかちょっと難があって、はい、まあ冗談的に永遠に言われるんじゃないかみたいな、うん、今現実友達という形でお付き合いはさせていただいて、たまにも、うん、遊んだりをするんですけれども、うん、それをずっと言われるのも自分で嫌だなって思うとこもあるし、そうすると返した方がいいなとは思うのに、でも実際本当は返したくないみたいな、返したくない、なんかその辺のなんか自分のいいこのところと、なんだろうな、でもなみたいなところが、だから返す方法自体はあるんですよ、単純に。いつも俺がよく紹介してる、緊急小口ってやつ。ああ、はい。で、今コロナ禍で、緊急小口普段だったら10万円のところが20万円まで限度が借りられるんですよ。そうすると、18万いけるんですよ。いけますね。ただ、あれ何ヶ月後からだっけな ?3 ヶ月後から、3年以内に返済しなきゃいけないんですよ、確か。3年じゃねえな、1年かな。で、ただ無利子ではあるんですよ。利子はつかないんですよ。だから利子 0% で、元本をそのまま返せば、それで終わりなんですよ、返済が。だから普通のなんか、年利 18% とかだったりすると、じゃあ100万円借り、じゃあまあ10万円借りたら1万8000円年利、なんす、あ、年利 18% が違うわ。その、1万8000か。になるんですよね。10万円借りたら。だから11万8000円返さなきゃいけないことになるんですけど、緊急小口は10万円借りたら10万円返しゃいいんで、それで終わりなんで。はい。だからそういう意味で得ではあるし、今コロナ禍の影響でっていうところで申請出せば20万まで降りるんで、ただバイト始めたんですけど大丈夫ですかね。あ、それ関係ないです。それ生活保護と関係ないんで、例えばそれ収入が、じゃあ例えば年収1000万あろうが2000万あろうが、こういう事情でって、その事情が通れば、20万別に借りられるんで、それ生活保護とかとは違うっす。だから収入があろうがなかろうが借りられるやつ。はいはい、収入が増えようが、うん、そうはい。ちなみに、今、生活保護なんでしたっけ、メインは。違うんですよね。いや、もう、やめました。あ、生活、あ、もともと生活保護だったんですか。あ、もともとはずっとだったんですけど、はいはい、普通に、昼は普通に働いて。ああ、よく脱出しましたね。いや、無理やりで、で、バイオルバイト。ああ、すごいっすね、マジで。いや、生活保護大体、こう、始まっちゃうと、そこから、こう、離脱できない、できないっていうか、まあ、しない人も結構多いんですけど。あ、まあ、うん、あ、いや、でもよく、よくすごいっすね。はい。ありがとうございます。その根性、その根性すごいわ。なんか嬉しいっすね。うん、いや、有能っすね。
言うのですね。ありがとうございます。プーさんのおかげです。いや、さすが、さすが。さすが。そうか。ああ、じゃあ、うそうか、ん。じゃあ。いやー、でもね、正直。もうぶっちゃけ言うと、本当はめんどくせえ返したくないっていうのが実際です。返す、もう返さんでいいって言ったんだけん、返さなくていいじゃんみたいな。っていうのがぶっちゃけ本音ですけど。だ、それでいいっすよ、全然。どうですかね。っていうか、だから、それこそ、だから変な話。あと、そこであなたが無理をすると、息子さんに直接影響出ちゃうんで。そうな、今も結構ちょっと無理させているんで、このだとしたら余計っすよ。だって、そもそも返さなくていいっつって言ってくれてるんですから。そこは甘えるときは甘えないと。だから僕なんか配信でよく言うじゃないですか。甘え方上手になった方がいいよって。ああ、一番き、うん、むず、私、むずいんです、それ。だから覚えてくださいって言ってるじゃないですか。難しいからっつって、それ手つけなかったらずっと難しいままっすよ。だから、そこを、そう、甘え方を覚えた方がいいっす。ババアですけど。そうです、そうです。はい。ババアにはババアなりの甘え方があるんで。どういうふうにやってるわかんないですけど。わわかかんんないですないんけど。だ、甘えられるジジイがいるんだったら、ババアは甘えた方がいいっす。ああ、ジジイです。ねえ、そうっすね。そうっジジイはババアに、ババアはジジイ。そうっす。持ちつ持たれつのジジイとババアの関係でいたらいいっす。別に。結局、ババア。いや、結局、それはババアですよ、それは。なんでそれが急にお姉さんになる可能性があるんですか。ババアはどんどん、一日一日確実にもっとババアになっていくだけの話ですからね。そうですよ。だから、ババアの中でも若い方のババアのうちに、その、クソババアになり、もうなんか、もう、棺桶に片足突っ込む前に、その甘え方を覚えといた方が後々楽じゃないですか、だって。ああ、これが、棺桶に突っ込むババアにそうなるそうために？そうそうそう、そろそろもう、片足棺桶ババアなんで。おい、すみません。はい、すみません。なので、はい。そうっすね。だから、俺は無理しない方がいいと思うっすよ、それは、本当に。いいですかね。じゃあ、プーさんにそう言ってもらえたので。そうっすね、はい。だからそうもします。う、でも腹くくって、そこはもう、まあ、ちょっと気が、俺もだからそういう、どっちかというと似たタイプなんで、俺もだから絶対返さないと気が済まないタイプですけど、そこはだって、あなた一人だったら別にそれでもいいっす。その意地で、やっていいっすけど、息子さんも今一緒に住んでらっしゃって、高校1年生ってことは、そのあなたの意地だけでは済まない話になっちゃうから、だから自分のプライドを通すのか、だから単純にどっちか天秤にかけたときに、自分のプライドが勝つのか、自分の息子の生活が勝つのか、どっちかっす。俺だったら、自分のクソみたいなプライドよりも、自分の息子の方が大事なんで。そう考えたら、簡単じゃないですか。簡単でした。ね。もう一瞬で答え出るじゃないですか。出ました。ね。そういうことっす。はい。そういうことでございます。ありがとうございます。やっぱプーさん、さすが。ありがとうございはまい。す。いいえ。大丈夫でーす。またお邪魔させてください。すいいません。っす。よろしくお願いしまありがとうごす。ざいました。はーい。はい、ありがとうございます。はーい。失礼しまーす。ということでございます。はい。緊急小口の特例貸付の申請、令和4年8月みたいだから、こっち使う場合は要注意。あ、だって。だから、20万円降りるのは8月までだって。